はいどうもブラッドです。今回は大谷選手にまつわる動画です。昨年までエンゼルスに在籍していた大谷選手がドジャースに移籍して1ヶ月ちょっと経ちました。そこでエンゼルスファンである僕が今何を思うのかということを主に今回は話していきたいと思います。動画の流れとしては、まずここまでの大谷選手の活躍を見ていき、そしてその活躍に対しての僕の所感。 で、最後に大谷選手が抜けてのエンゼルスの現状について話していきますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ではまず、皆さんもうご存知のこととは思いますが、今季ここまでの大谷選手の主要スタッツを見ていきます。もう、えぐすぎるの一言ですね。上から見ていきますが、チーム37試合を行っている中、大谷選手は36試合。で、打率3割7分はリーグトップ。出塁率4割3分4厘は2位。 長打率7割5厘は1位 OPS1.139 も1位安打54も1位ツーベース14本も1位ホームラン11本も1位打点27は3位タイ時チャンスに弱いっていう話出てましたけどねなんだかんだでも3位タイですそして盗塁は9つでこれは7位タイまた失敗は1つもありません素晴らしいですね そしてベースボールリファレンスが算出するウォーは2.6で、これはリーグ2となっています。これを仮にシーズン通しての成績に換算すると、157試合で打率3割7分、OPS1.139、で、ホームランは48本、打点118、盗塁は39、BO11.3 となります。まだ5月とはいえ、 これ本当に DH 史上初の MVP あります、ねまあ同僚のムーキー・ベッツが講師ともに異常な活躍見せてますんで実際大谷選手がこのシーズン成績を残したとしてもウォーレースでは負けるかもしれないんですがインパクトのある記録を残せば十分 MVP の可能性あります例えばですが三冠王とか今の数字を見ると期待感十分ありますし 他にもメジャー史上初の50本塁打30盗塁達成でもインパクトがとてつもなく大きいのでそうなれば MVP の可能性は非常に高いでしょうまあ今のペース的には50本40盗塁も十分ありえますしねしかも大谷選手この先もっともっと数字が伸びる可能性も秘めてますこれはもう有名な話なんですが大谷選手6月がめっぽう強いです こちらは大谷選手のメジャーのキャリアにおける月別の成績ですが、ホームランから OPS まで全て6月の成績が突出してます。今リーグでトップの成績を上げてる大谷選手が、今後6月に入ったら一体どうなっちゃうのかと、もうほんと楽しみでこれはしょうがない。そこの伸びしろも加味すると、これマジで MVP ありますね。伝説になりますよ、これは。 そしてさらにシーズンが終わったら終わったで、まあドジャース、ポストシーズン行くでしょう。そこまで想像すると、この先、もうただただ楽しみが多いですね。大谷選手に関しては。もうあと心配なのは怪我だけです。各球団怪我人が多数出てますからね。もうそこだけ。とにかくこの先、怪我しないでくれっていうのは祈っておこうと思います。と。 ここまでは大谷選手のファンとしての僕の意見なんですが、ここからは一エンゼルスファンとして僕が大谷選手の活躍をどう見ているかっていうのを話していきます。まあまず、まあこれさっきと一緒なんですけど、まあ当然前提としてはやっぱ嬉しいです。新天地で素晴らしい活躍をして、でチームも勝ってて、非常に楽しそうに野球してるなっていう雰囲気がものすごい感じれて、それは嬉しいですよ。 これがもし同地区、アリーグ西のチームだったらちょっと、うってなりますけどね。リーグも違いますし、もう活躍すればするだけ当然嬉しいです。あとドジャースの青いユニフォームなんですが、最初は似合わないと思ってました。けどもうね、見慣れましたし、すごい似合ってます。ただこれだけは言わせてほしい。大谷選手はやっぱり赤が似合う。この先10年間ドジャースに在籍しても、 もうその僕の気持ちは変わらないと思う。大谷選手はエンゼルスの赤の方が似合う。はい。異論は認めます。あとたまに僕の動画のコメントで、まあ大谷選手今ね、あれだけ活躍してるんで、やっぱりエンゼルスちゃんとオーナーが全力で引き止めた方が良かったじゃん。何やってんだ。みたいな意見ありますが、まあ僕は別にね、そこは特には思わないです。 もちろんそらね、いてもらった方が絶対チームは強くなります。ただ契約、お金の問題だったり、あと DH の問題もありますので、現オーナーの方針で言うと、引き止めるのは難しかったかなと思いますし、あとこれあんまり言いたくないんですけど、やっぱり、まあ、勝ってるチームで活躍してる大谷選手を見てた方が、まあ、それは気持ちいいですからね、こっちも。当然それがね、エンゼルスだったら、なおのこと良かったんですけど、 まあ過去悲しい顔をねエンゼルスのベンチで見せてたこともありましたからそれを思うと今ドジャースというチームで活躍してる大谷選手を見れてもうそれはそれで僕は本当に率直に大谷選手良かっったなてていう気持ちでで見てますでここからは大谷選手が抜けて今のエンゼルスについてね話していこうと思うんですがもうこれについてはね申し訳ないですけど不満ばっかりです。 まずチームの状況なんですが、まあ皆さんご存知の通り、地区最下位ですよ。やっぱね、大谷選手移籍の展開として理想的なのはさ、エンゼルスの、そしてメジャーリーグのスーパースター、大谷翔平がライバルチーム、同じ LA のドジャースに移籍しましたと。で、エンゼルスとしたらね、大谷選手が不在の中でもちゃんと勝っていって、強いエンゼルスを示して、 翔平、お前がいなくなってもエンゼルスのことは心配するな。俺たちが何とかするからよ。またいつかワールドシリーズで会おうぜ。っていうのが理想じゃない、やっぱ。なのに、片や地区再開、片や期待通りリーグトップの成績、大谷選手に心配させないでよ。もう最近エンゼルスの成績と大谷選手の成績を見るたびに、もうこれ思い出します。もうちょっとさ、頑張ろうよ。 もうちょっとさ、頑張ろうよ、エンゼルス。ねいや、MVP 抜けてるんだから、それはそうなるでしょっていう声も聞こえてきそうなんだけど、奥にさ、エンゼルスの選手たちから、今年は期待できそうな声があったじゃない。大谷選手が抜けて、先発は5人ローテになりますと。で、それについて、調整がしやすくなる、たくさん投げれる、ワクワクする、みたいな、前向きなコメントしてる選手もいましたし。 あと、報道陣の数が大幅に減ったっていう変化を前向きに捉えている選手もいました。で、僕もそういう大きな変化がポジティブな方に影響してくれるかもって期待してたんですけどね。いやー、ここまでは期待と真逆の結果が出てるんで、まあ、僕としてはもう現状めちゃくちゃショックです。まあ、チーム低迷の一番の原因は視力の怪我なんでね、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、 とにかく現実として、大谷翔平とエンゼルス、光と闇みたいな、コントラストがくっきりとしてますんで、なんとかエンゼルスもね、こっからでも遅くはないんで、この先、明るい方、明るい方に進んでいって、大谷選手にね、心配されないように、もうちょっとさ、頑張ってほしいなって思いますよ。はい。もうちょっとさ、頑張ろうよ。ってな感じですね。まあ、今回の動画まとめますと、 とにかく大谷選手、ここまで素晴らしいスタート。もうあとは怪我なくこの先も引き続き大活躍してシーズン終えてほしい。そしてエンゼルス、大谷選手に心配をかけるな。まだシーズンたくさん残ってるから、ここから少しでもね、強いところ、いいところ見せてほしいなと。もうそれだけです。はい。では、今回の動画は以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。 ぜひチャンネル登録、高評価して応援していただけると嬉しいです。ではまた別の動画でお会いしましょう。Let's go!Enjoy! さよならバイバイ